え皆さんこんにちは。レック東京リーガルマインド専任講師の竹山茂樹です。えー、先日司法試験の、えー、受験日が延期されるとの発表がありました。えー、これによって受験生の皆様方は、えー、少なからず動揺されているかと思います。そこでですね、えー、司法試験の受験まあ受験日が延期されたんですけど、えー、それを踏まえて何をやっていけばいいかというものを少しお話しさせていただきたいと思います。 まあ延長というか延期ですね。えー、すみません急いで作ったので、えー、ちょっと延長になってますけど延期です。でこの中で司法試験が延期となりました。緊急事態宣言を受けて司法試験は延期です。いつになるかは未定です。えー、ただ試験の1ヶ月以上前には。 アナウンスがあるのではなないか少なくともですねもっと前もってアナウンスはあると思いますが実際に試験日が9月だとすると8月にはアナウンスがあるかと思います。で私がお伝えしたいことはやるべきことは変わりません確かに試験が9月だとするとあと4ヶ月勉強期間が延びました。でもやるべきことは今までとほとんど変わりません。え論文の勉強が中心です で司法試験の場合元からそうです論文が中心です。ただやっぱり担当も怖いなっていう方もいるので論文の勉強で担当の勉強を兼ねてください。あの例えば民訴の失礼しました民訴は今担当試験にないですけど例えばですね民法の物上代抵当権の物上代っていうのは当然論文でも出ますし担当でも出ますよね。 そういった分野をやることで担当の勉強を兼ねるこれが一番ですそして担当プロパー知識これ担当にしか出ない問題ですね刑法でいうと執行猶予のあたりとか没収のあたり憲法でいうと天皇とか、えー、まあそういうあたりですねその担当プロパー知識というものは試験日程が発表されてから少なくとも1か月ありますそこでやっても十分です で論文と担当知識が共通な例を出しますえこれ担当の平成三十一年の民法の第七問の一つの選択肢ですえ B は公を C に売却し C は公が B の所有物であると過失なく信じて現実の引き渡しを受けた公が道路運送車両法による登録を抹消された自動車であった場合 C は即時取得により公の所有権を取得することはできない これ即時取得なんで当然論文にも出ます。担当にも出ます、まあ答え書いてあったんですけど罰です自信持って選べましたかツと若干解説しておきますとまず不動産は即時取得できない動産は即時取得できる要件が整えばできるこれ基礎知識ですよねじゃあ自動車ってどうなのかというと自動車はこれ原則動産ですただし 道路運送車両法により登録を受けた自動車は不動産扱いとなって即時取得ができなくなるそういうことですよねあの登録を受けたってナンバープレートつけるってことですよあれは登記と同じ意味なんですねで今回は登録を抹消された自動車なのでこれ動産扱いです動産扱いということは即時取得の対象になるのでこの第7問は罰ということになります もう一個例を見ましょう刑法です傷害罪は暴行罪の結果的過重犯であるから被害者に暴行を加えずに身体の生理的機能を毀損した場合傷害罪が成立することはないこれも罰ですねすぐわかりましたかもちろん暴行傷害というのは論文にも出ますしもちろんメインではないんですよね担当にも出ますよねでこれ 意外に理解が浅い人がいるんです。障害罪というのは2つあると考えてください。1つは膀胱罪の結果的過重犯。殴って結果的に怪我をしてしまった。これが1つです。もう1つは膀胱によらない障害え。例えばですね、まあ、場合によっては成立しないかもしれないんですけど、ものすごい精神的に追い詰めて PTSD を発症させた。 こういった精神的な障害を与える場合っていうのは暴行によらない場合もあります暴行っていうのは有形力の行使ですからねだから精神的に追い詰めて PTSD を発症させる場合なんかはそもそも傷害罪なんだけど暴行罪の結果的過中犯ではないんですねその場合は暴行を加えずに身体の生理的機能を毀損した場合で傷害罪が成立することがありますですのでこれは罰になりますいいですか まとめると障害罪というのは膀胱罪の結果的過重犯の部分とそうじゃなく精神的苦痛を与える場合は膀胱によらない障害罪というのがあるんだこれは押さえておいてくださいでここで論文の知識は思ったより深いという話をさせていただきます皆さんが思っているより若干論文で必要な知識は細かく深いです例えば先ほどの担当の二題の問題もう分かっている人は当たり前だよと思うかもしれないんですけど 例えばこれね、論証だけ覚えて、論章だけっていうのはね基本書とかテキストとか読まないで論証だけを覚えてたらちょっと解けないような若干周辺知識ですよね。こういうものは論文で問われますし例えばもうちょっと細かい民法でいうと共有なんかも論文で問われることはあります。でこの細かい知識も含めて論文の勉強と思って取り組んでいただけると論文の勉強しつつ担当対策になります。 じゃあ具体的にやることは何かまず論文の問題を実際に書いて復習をするこれは続けてください。論文といいいのはは書書かないとりまりすてて復習これは絶対やってください特に復習は知識の補充ももちろんのこと書き方の直していこうもっといい書き方はないかなっていう視点から考えていってください。であとねちょっと時間に余裕が出てきたと思うので「基本書予備校本テキスト」何でもいいです。で 科目全体をあっさりとインで見直してみてください要するに係数のテキストを最初から最後までざっと目を通してみるなぜこれをやるかというと知識の抜けをなくすにはこれが有効なんですねあのどうしても問題演習から入ってしまうと例えばね論文の問題解いて分かんない部分だけ復習をすると知識に抜けが出てきます抜けを防ぐために科目全体をテキスト等で見直すことは有効です で担当の問題はこれ気分転換にたまに解いてくださいえそうすることで担当対策もできますで論証、やっぱり論書覚えきれてないものあると思います覚えきれてない論証は今のうちに理解して書けるようにしてくださいでこんなこともできます手が回ってない分野があればもしあればそこ潰してください例えば賄賂の罪賄賂の罪やっ,たやってますもちろんね 完璧だよよっていう人はいいいう人人はんですすけど若干手薄な人いますよねただ Y の隅っていうのは大抵の予備校本を見ると A ランクとか B+ プラスランクとか結構重要なランクがついていてまあ論文に出ないとも言えないあと控訴審まあ刑訴は刑訴の控訴審は担当だけでしょうけど民訴の控訴審って普通に論文に出ますよね。ということでこういう分野も潰しときましょう。 さらに理解が不十分な分野がもしあればそこは少し時間があるるるのでで理解できるようにする例えば素因変更お恥ずかしながら私司法試験の時に素因変更ってそこまでよく分かんなかった素因変更の要否可否まああとまああとはね素因の特定って話があるんだなっていうことでなんとか判例の規範を覚えていっただけですでもちょっと時間があるのでもう少し理解できるようにしようかなこんなこともできます そして、司法試験の日程が発表されたら担当式試験が苦手な人は担当対策を本格的に始めてくださいただ担当式試験が苦手でない人は論文中心の生活を維持してください担当式試験を意識する程度で結構ですで最後になんですけど体調管理には気をつけてください。もちろんねあの不要不急の外出まあ 耳にタコができるくらい聞いているかもしれませんけど、えー、外出はなるべく避けてください。そして、司法試験は今までも社会の変動には翻弄されてきました、えー。私の時代ではないんですけど、大昔には平安という話がありました。これ、若い人を優先的に合格させようというシステムがあった時代があると聞いています。でもっと言うと、旧司法試験の時代は選択科目とかコロコロ変わってました。 民事訴訟法と刑事訴訟法両方ある時代があれば民訴と刑訴片っぽでいいよでもう一つは選択科目でえ訴訟法とか国際司法とかえ取れた時代あるいは政治学なんかあった時代もあったみたいですさらにちょっと最近になりますとロースクールができた予備試験ができたあの制度コロコロ変わってますで今回はウイルスですただ受験生にできることは淡々と勉強を進めていくだけなんですね もちろん体調管理に気をつけるんですけどもう昔からこれは淡々と勉強するしかないえそういうものなのでぜひですね皆さんも、まあ、落ち着いてえ冷静になって淡々と勉強を進んでいってくださいで私もですねレックもですね受験生に対する協力は惜しみませんのでえぜひえ勉強を進めて、まあ、いつになるかは分かりませんけど司法試験の合格を勝ち取ってください それでは以上になります。ご清聴ありがとうございます。